はい、どうも、新宿アボイ金城です。石田です。新宿アボイの中年の市長でございます。ということでね、石田です。カット金城です。カットカット、あなたの縁をカットしますよ。あなたの縁を、あなたと私の、なんか、まあ、よくわかんない、まだ出来上がってないからカット金城今の発言を。カットカットなんだこいつ。いや、素晴らしいです。あれですか、あの金京が個人でやってるさ、旅チャンネルある。ああ、はい、金京観光。あれカットされない。あれがカットされるってこと？金京のシーンとかカットとかしてないのあれ。カットしてないですよ、そんなもん。私使うとこばっかり。私編集したりもしてますから。おかしいね。全く出てこないやつもありますよ。私が出てこないやつも。映像的に人見知り出して、多感症も出さない、出して、そう、やってみたら。何が？最初の挨拶だけで全く喋んなくて、シーン変わったらズボトナイになってるとか。ちょっと旅チャンネルだ。旅チャンネル意味が分かんない、そんなやってみたら。いいんですよ、私は自分が作ってるのに自分でカットしてんじゃんみたいな。いや、いいですよ。何があったんだよみたいな。新宿カーボーイの方でやります。それちょっと用途が違う。やるじゃん、用途が違うから金京観光の方がいいですよ。もう別に私をどうのこうのじゃないですから。あれはシーン変わるごとになんかずぶ濡れずぶ濡れになってたらなんか笑っちゃうじゃない。これ食べチャンネルだよねこれ。何やってんのこれ一人で。いえ、そんなのはいりません。いらない。金京観光はもう別にそういうあれじゃないですか。別に私、まあ私出たりもしますけど。ズブ濡れチャンネルですね。ズブ濡れチャンネルなんでよ。いろんなとこ行って濡れてみました。いいえ、いい。そういうあれじゃない。旅チャンネルでも行けんじゃないの。滝行しました。温泉入りました。え、違います。ズブ濡れチャンネル。ズブ濡れチャンネル。カット金京のズブ濡れチャンネル。誰が見るんだよ。いや、俺見るよ。いや俺見るよ、それは。いや、それはカット金京のズブ濡れチャンネル。いや、多分好きな人いると思うよ。カット金京のズブ濡れチャンネル。だからもうこっちでやりましょう。金京のズブ濡れになったシーンを集めてみました。だからもうこっちでいい。こっちでやる。こっちの方がいい。カット金京のズブ濡れチャンネルコーナー。ズブ濡れチャンネルのコーナー。濡れてみようよ、いろんなとこ行って。なんだよ、ズブ濡れチャンネル。これメインコーナーになりそうだ。メインコーナーって何なんだ。カット金城のズブ濡れチャンネル、メインコーナーになりそうじゃん。メインコーナーね。まあまあそう考えましょう、またね。どこで濡れたいですか、今一番。どこで濡れたい、どこ行って濡れたいですか。どこ行って濡れたいって。違う、その名人を捨てて行った銭湯でもう一回濡れてみたら。できんじゃないの。できんじゃない。いや別に銭湯の人はいいでしょ。別に銭湯の人もなんか嬉しそうにツイートしてたよ。まもなくです、ね、ああそうサインも書きましたから。捨ててんじゃない。捨ててない、あんなもん書いてくださいって言われたら。カット金京まだ1週間しか経ってないロケしてから。カット金京、カット金京とは書いてないよ、その時。新宿カウボーイ金京しか書いてない。新宿カウボーイって書いてズブ濡れ CH じゃない。いやだからズブ濡れ CH カット金京じゃない。いや違う、だってその時はカットされてないから。やった後だから、まだカット金京前だから。ズブ濡れチャンネル前。ズブ濡れチャンネル前だから。え、カット、綺麗なカットでしたよ、ほんとに。不思議なもんで逆もあるんだよ。3個としか喋ってないけど、その3個とか全部オンエアされて、当時その事務所のマネージャーで、いやよくいっぱい喋ったねって褒められたんだから。おしゃべりだねって。もう俺の中では全然喋れなかったで、中井さんの番組。ああ全然喋れなかったなと思ったけど、3つオンエア、そのまま全部オンエアされたから。あ、そういうおしゃべりの時もあるんだね。そうそう、だからそれはそれで、すごい喋ってたねってなるの。不思議なもん、不思議なもんだね。人見知りかと思いきやね、ベラベラ喋る、ベラベラ喋ってる時もあるし、ズブ濡れになってる時もありや、ズブ濡れになって人見知り出た時もあるし、いやいやいや、もういろいろありますよ、本当に。ラヌね、生はもうかつてないですからね。ほら、まあ、そう思うとちょっと怖いね、生ってね。生はね、本来はちょっと
見るに耐えないところを、うん、そのままオンエアされる、見せちゃうっていう可能性もあるわけだから、ありますから、人見知りずぶ濡れチャンネルにならない可能性、ならない可能性、うん、ああ、まあでもよく考えたんだけどさ、その仕事した時も思ったけど、うん、ああいう系統のお仕事って俺相当久々にやったと思うな。まあそもそもあれはネットブルーじゃないけど、銭湯だからさ、ネットブルー自体はまあ初めてやるからね、やったことはないからあれだけど、ああいうの久々にやったなって思ったね。なんかそのバラエティ的な、バラエティ的なやつ、ああいう、まだ基本的にはテレビ出れるときは大体ネタやってみたいなことが多いしね、演芸番組よりが、ね、まあひな壇的なのは、ひな壇もね、あんまりね、でもあそこまでわーってやるっていうのはちょっと久々だったもんね。いや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 、カーッ怖急に大きな声出さないでいやいやいや、そうですよ、あれだね、じゃあシーンが変わるときは今の声で、そうそう、カーッカットかね、今日のズブドレチャンネルにいるでしょ、つんべらがってます、ね、じゃあ喫茶店でちょっと、じゃあお有名のナポリタンが有名なんですね、ここ、じゃあ食べましょうっていただきます言ってからもう5分ぐらい何も喋れない気づいたらもうつぶぬれもうそれ嫌じゃんなんで喫茶店でつぶぬれなんでこの人つぶぬれ、いや、つぶぬれチャンネルだカットかねえけど、つぶぬれチャンネルいや、そう面白いなんかやったんだろうなってなんかあったでしょって一切触れないしね、濡れてることにいや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 、ほんとに川のそば歩いててね、進化をったらズブ濡れだってなんかやったな、この人なんかやったんだろうけどね、いいじゃん、散歩番組で、そうね、カットかいや、それは面白いですよまあ ね、 ね、はい、じゃあちょっとカットかね、今日もズブ濡れチャンネル前向きに検討ということで何にも大した話してないよ、今これなら、いや、もうだいぶもう天下を取る、天下、道筋の話をしてるわけ、ね、天下を取る道筋、いや、もうこれはちょっと日本前かなに喋った、もう今年の抱負どうしますかいや、なんとなくで、いやいや、やっぱり冠番組で、持ちたいですね、ブレイクして、まあまあなん、そんなことより健康でしょみたいな会話したけど、うん、いや、現実味を帯びてきました、帯びてきた、カット金京で大ブレイク、カット金京のズブ濡れ、ズブ濡れ TV、 ズブ濡れチャンネルだ、ズブ濡れチャンネル、うん、俺は冠番組出てくださいよ、はい、レギュラーで、はい、呼んでください、呼びますよ、それ私は健康が第一ですけど私はね、でもカットされてもしませんからねあなたがズブ濡れになってる可能性もある石沢のカット、石沢のズブ濡れチャンネルの可能性もあるもうある、いや、俺でもズブ濡れになったことねえしな、いやいやいや、なんでなんだ、それは分かんない、なりゆきだ、どうなるか分からん、分かんない、分かんないメガネ片方取れてるとか何があったんだよ、進化があった、説明してくれよ、片方しか目がないと説明してくれよ、2人ともなんか濡れてるし、一人メガネ片方になる、何があったんだよえ、いや、それはもうあれですから、分かりませんけどね、どうしよう、はい、お願いします